これから気温は急降下、いよいよお鍋の季節です。でも相次ぐ食材の高騰に頭を悩ませている人も多いのでは。スーパーではお客さんが値札とにらめっこ。これから安くなってほしい鍋の食材は何ですか？定番ですよね、入れるもの、長ネギとかね。お魚は必ず入れるんですけど、ちょっと主人がお肉大好きなのでちょっと困りますね。スーパーの仕入れ担当者に聞いてみると、今後値段が下がりそうなのは今が旬のあの魚なんだとか。北海道は鍋といったら秋鮭ですけども、今の旬の秋鮭がこちら並んでおります。シーズン初めはですね、昨年より若干ちょっと高い値段でスタートはしていたんですけども、10月入ってからも値段の方は、先月から比べると2割3割はお安くなってますね。太平洋側の赤潮の影響はある一方、オホーツク海や日本海での水揚げが不漁続きだったここ数年より好調で、卸値が下落傾向だそうです。では野菜は。白菜、一時すごく値上がりしまして、今は4分の1で129円で今日販売しておりますけども、2週間ぐらい前ですとですね、ほぼ倍ぐらいの値段でした。鍋には欠かせない野菜ですので、ちょうどいい時期に下がってきたかなというふうに思っています。一方、お肉は牛、豚ともに輸入品を中心に高騰が続きそう。また鳥インフルエンザの影響で高値だった鶏肉は国産品に限り価格が落ち着きそうです。2021年トレンド鍋は丸ごと鍋になります。2009年からグルメ情報サイトグルナビが行っている今年のトレンド鍋の発表会です。2017年にはフルーツ鍋、そして去年は一人で個別に味わう小さな鍋、小鍋など、その年ならではのユニークな鍋を提案してきましたが、今年は丸ごと鍋となりました。食材を丸ごと使い切る、もしくはこう端材で出しをとる、その食品ロスに配慮されたお鍋という、サステナビリティに配慮された鍋と。2021年は鍋だって SDGs。 それを実現する鍋を札幌の料理研究家諏訪美希子さんに考案していただきました。丸ごとキャベツ鍋を作っていこうと思います。野菜のゴミが出ないようにキャベツの丸ごと全部食べるっていうレシピを考えました。主役は小ぶりのキャベツ。今週はイブリやソラチの品が市場に出回っていて、安値で安定しているそうです。他の材料は人参や玉ねぎにトマト缶、ベーコンやひき肉、卵に調味料です。じゃあキャベツをくり抜いていきます。まず芯の周りに包丁を入れくり抜きます。ここにひき肉などの具材を詰め込むためにスプーンなどで穴を広げます。これは器にします。本当に硬いこの芯は使わないんですが、なるべくゴミを出さないように。キャベツの穴にはベーコンを2枚、この中に具材を詰めますが、ひき肉や卵、パン粉などでロールキャベツの中身のような具材を作ります。みじん切りの生玉ねぎ、同じくみじん切りにした人参も入れますが、食品ロスを少なくするために。人参は、そのまま皮ごと使っています。そもそもお野菜は皮に栄養がすごく詰まっているので、きれいに汚れを落とせば使えます。出来上がった具材はくり抜いたキャベツの穴にギュッと詰めます。そしてこれからが鍋を使った調理です。さっきくり抜いたキャベツの中身を最初にお鍋の下に敷きます。お肉とこのお鍋の底がひっついてしまうので、ひっつかないように。その上に肉の方を下にして、丸ごとキャベツをドーン。すごいですバターに水、コンソメスープの素やトマト缶を加え、塩コショウで味付け。蓋をして30分間煮込みます。
丸ごとキャベツ鍋の完成。キャベツが大きくて蓋が閉まらなくても、火にかけるうちにキャベツが縮むので大丈夫。さらにアクを取る手間もないので楽ちんです。キャベツの栄養を残さずいただける丸ごとキャベツ鍋。残ったスープにはご飯を入れリゾットにすると無駄なく食べられます。お試しになってはいかがでしょうか。